やっぱり娘と妻がやっぱそういうものが好きなので、はい、だからこういう格好してるとやっぱ嬉しいです、ね、でもこれ仮装なんですよね。半仮装ですかね。あの鴨の橋にはなりきれないので、はい、やっぱりこう気持ちだけなっとこうかなと。あまりにもこう馴染んでたんで。本当ですか。どっちかなと。どっちか。仮装なのか、はい、なんか私服なのか。どんな私服やね。はい、仮装です。仮装はよくするんですか？しますね。結構オールジャンル、やっぱ、まあ、ディズニーキャラはもちろん、女装までもいろいろありますので、はい、それはどこで？あ、結構家が多いですね。はい、まあ、今年はでも、さすがに僕はやらないですけど、子供たちはね、エルザとアナやったりとかするんで、はい、可愛いですね。今までどんな仮装が一番気に入ってます？今までですか？やっぱり思い出はスティッチですかね。夫婦でコスプレしたっていうのがやっぱり、はい、もうお互い好きなんです。のぞみさんの一番好きなコスプレなんですか？ミニかデイジーか迷うところですけど、はい、やっぱこうフリッとしたのが似合うんで何を言わせるんですか？いいですね。本当にもうずっと仲良くてね。そうですね、今日もさっきまで、あ、ごめんなさい、今日もさっきまで参観日行って、で子供たち遊ばして、で夫婦でこう一緒に遊んで出てきたんで、はい、素晴らしいですね。楽しいですね。どうしたらこんな素晴らしく言ってくれるんですか？どうしたら、うん、好きで言ってくれるから俺も好きになるみたいな感じじゃないですか。こういうラブラブなカップルって、はい、大体今までの経験だと、はい、もう仲悪くなっちゃう時期なんですけど。そっか、でももう8年目になるんで、ないっすね、はい、大体くっついてれば仲悪くならないですよ、うん、結構家族みんな密着率が高いので、はい、ソファに全員座るみたいな、乗っかってくるみたいな、そんな感じです、はい、でもそれは鬱陶しくないんですね。いや、むしろなんか人肌恋しいみたいになるので。今年のハロウィンは何人ぐらいですか？家族プラス親戚入れて、近所の幼稚園のお友達、小学校のお友達みんな入れるんで、いや、で20人ぐらい家でわーってなるんじゃないですか、はい、お菓子配ったりとか。あ、もちろんもちろんしますよ。そういう用意はされるんですか？用意はその妻が好きなんで探してきますね。体調はいかがですか？体調が、顔が痛かったり痛くなかったりって、やっぱこれなんか海かなんかこうちょっと溜まってるみたいなんで、それ顔の中が痛いとか、でも今日は体調がいいわとかやっぱあるんで、そこからの頭痛みたいな、ね、すぐヤフーニュースなのでね僕も困ってるんですけども、まあでも体調、まあ、今日はいい方なので、はい、未だにはっきりした原因は分からないんですか？はっきりはそうなんですよね。病院行ってもはっきりとした原因はって言われるので、うん、だから頭痛の波があるんですけども、まあ、気圧によってもやっぱり圧がかかるので痛くなったりとかするんですけど、うん、最近の時はちょっときつかったと思うんですよね。先週ずっと動けない時とかもあったんで、うん、やっぱケアしながらですね、はい、何なんですかね、昨日とか言うと、なんか最悪ね、ここ裏から入れて手術みたいなことも言われたんで、それはちょっと今できないみたいな状態だったんで、まあでも基本モチベーションが彼女高いので、それで記録でカバーしてるんです。でもね、そういう疲れとか出たりしますからね、心配。そうだから、そういうのもあるからやっぱ僕もケアしなきゃいけないなっていうのがあるんで、そういうのも含めてだから、まあ、仲良しの秘訣なのかもしれないですね、うん、具体的にケアってどういうことされてるんですか？やっぱりこう僕は外出てても常日頃連絡したり、あのフェイスタイムで 顔同士が見えるような会話したり、やっぱり子供のケアももちろんしてあげると思うんですけども、まあ、子供のケアの前にまず妻のケアをしてあげる、心のケアをしてあげるっていうのが一番で、家帰って奥さんがピリッとしてたら家、ね、帰ったらなんかこう帰りづらいじゃないですか。で子供たちもキュンってなっちゃうし、まず奥さんがこう笑顔になったら子供たちもそこから笑顔が生まれてくるので、家の笑顔の連鎖はこう妻から始まるので、そこを心がけましたね。8年で学びましたね。すごいですね、本当に。でも8年っていう月がそうさせたのかもしれない。体調といえばつんくさんも心配ですね。昨日聞いて、なんかだいぶ連絡も取ってるんですけども、ありがとうとか言う。でも、ね、治ったと思ったので。そうですね。ついこの間、ね、再発っていうのも、手術はね、なんかでも、その後の経過がやっぱり心配なので、そのさんのパフォーマンスね、やっぱ見たいんで、なんかのぞみの師匠でもありますし、僕もプライベートでももう、
兄貴的な存在なので、はい、大事にしてほしいですね。今回のことでも連絡あったんですか？いや、昨日聞いたんですよ。ご本人から、はい、前回の時はやり取りしてて、ネタはありがとうなとかいろんなものを送っていただいたりしたんですけど、でも治ったって、ね、連絡があって、よかったって昨日のぞみから聞いて、そのさまた、ちょっと仕事でいろんなところ行ったので、情報が入ってくる。キンクさんは大事な人なので、元気になってほしいですね。この定義ね、あの、ヤクチームリさんの話はどうですか？ヤブちゃんの話は、なんかのパーティーでみんなメンバーで集まった時にヤブちゃんが来て、元気だったよっていう話は聞きましたけど、それ以外はなかなか聞く機会は、でもやっぱり同じね、メンバーなんで、やっぱ早く帰ってきてほしいですね。なんか復帰するって、そう、なんか詳しい話は知らないですけども、でもやっぱり一緒に現場で笑顔を抱いたいですね。ミニモリ復活はないですか？ミニモリ復活、復活しなきゃいけないメンバーがね、しなきゃいけないメンバーが結構いるんで、そこが大変かもしれないですね。先に話でお願いします。そうですね。でもまあ誕生日にあのカゴちゃんとかもサプライズで呼んだりとかしてたんで、だからそこで僕は目の前で W は見てますけど、はい、だからその、ね、2ユニットも見たいなといつか思いますけど、どうですか、今年挑戦したい何かありますか？今年ですか。とりあえず、でも、まあ、仕事を前提になんですけども、なんか家族を大事にするといい連鎖が生まれるなって自然と今感じているので、やっぱりプライベートを一番に感じながら、そのプライベートがあるからこそ仕事が頑張れるっていうのが今もっと思うので、頑張りたいと思います。今年でもうあとちょっとしかないので、今年は聞くのもなんですけど、はい、なんか振り返っていかがでしたか？振り返って、そうですね、まあ、でも子供が小学校入ったり幼稚園入学したりとか、ね、子供7歳ですよ、もうすぐ、それにびっくりですけどね、本当ですね、はい、3人いるんで、まあ、今のところ3人で大丈夫ですけど次の予定が次、まあ、今3人で愛情がとりあえず 今ちょうど行き届いている状態なんで、はい、まだ想像ができないですね。でも可能性はありますね。まあ、なしとは言えないですけど、まだ彼女27なんで、はい、そうですね、まあ、いろいろ未来は分からないということで、はい、作品の話での方が、なんか結構地方が多いみたいな。そう、まあ、大阪、名古屋にレギュラーがありますので、まあ、結構休みなくやってますね。そうするとあんまり家族ってのいや、なるべく日帰りを心がけてそうなんですか、はい、日帰りできるスケジュールにしてもらって、うん、喧嘩とかしないんですか？喧嘩はあんまりしないし、しても喧嘩してる時間がもったいないでしょって向こうに今さん怒られて、あ、ごめんなさいじゃあ、なしで、あ、じゃあ、もう気持ちも切り替えてくださいね。会場さんが謝っちゃう。そうですね、だからもうそういうせっかくの時間を喧嘩してたらもったいないというか、なもう喧嘩やめようみたいな。そりゃそうだ、いや、仲良くなるでしょ、すぐ終わりますね。はい、15分ぐらいで終わります。そろそろ時間です。時間です。そろそろ。なんか太陽さんが許せないことって何かあったらしい。許せないこと、うん、許せないこと、許せないこと。え？すべてを許しちゃいますね。むしろ許せないこと。浮気はそれはダメですけどね。そこはもう信頼関係なんで。そうですね。浮気以外は全てを許します。はい、素晴らしい。すいません。なんか探せなくて。じゃあお時間です。じゃあ改めて最後一言。はい。そうですね。まさかここまでのスターウォーズとのコラボレーションがフィニアスとファブね、見事なマッチングなんで、これ見応えありますよ。本当になんか。初めて見るお子さんでも、スターウォーズのコアのファンでも必ず喜ぶ作品なので、ぜひぜひ50分、ね、怒涛の50分なんで楽しみにしててください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。